忍者250の紹介動画です。2014年モデルの忍者250の SE ですね、はい、スペシャルエディションになっております。カスタムが要件されてまして、バーエンド、グリップ、レバーでマルチバーついてて、 USB の電源、スマホホルダー、あとは ETC ですね、車外のスクリーンついてます。はい、はい、一応左右に溶けてる傷は多少ありますね、はい、あとフェンダーレスもついてます、はい、こんな感じですね、はい、まあ、傷はね多少あるんですが、まあ、ご覧いただいた通りまだまだ元気よく走っていただけると思うので、ぜひよろしくお願いいたします。